本格的なキャンプと身軽なキャンプ、その違いを明らかにします。いやー、8月入ったね。8月になったな。もうムシムシしとるな。うん、今日とかはたまたま雨降ったからこういう蒸し暑い感じやけど、最近は暑すぎてもう外出れんぐらい暑い。出られへんよな。うん、真夏の到来です。じゃあ今日はどういう企画なん？今日は、まあ、キャンプの装備の話。おう。で、ちょっと本格的な、まあ車でキャンプ行こうかっていう時と、もう荷物とことんまで少なくしたいっていう時、はいはいはい、その装備の違いっていうのをちょっと紹介しようかな。なるほどね。俺もめちゃめちゃなんやかんやで荷物多なってまうから。そう、引っ越しするみたいな。あえぐい量になるやん。うん、気づいたら多なってまうから。うん、たくん結構登山とか行くもんな。そうやね、登山行く。じゃあもうミニマム中のミニマムキャンプ。そうやな、ほんまに今ここに置いてあるリュック、おう、もうこれ一つで2泊3日とか、はい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 、泊まるわけやから、まあ、キャンプでは考えられんぐらいやっぱり装備っていうのはこだわってる。いや、これで2泊3日行けるのはもう考えられへんな。そうやろう。ちょっとこれどうなってるか聞いていきたいわ。うんうん、まあ、そんなわけでちょっと比較しながら、おう、こっちに用意してるんはまあ、本格的なキャンプしますよっていうところ、はいはいはい、にソロキャンプで俺が持っていくと、うんうんうん、一方で、向かって左側かな、おう、にあるこっち、これは今週末、はい、日本アルプス登るんで、そこに持っていく装備。なるほど、リアルな。もうめっちゃリアル、リアルな登山装備。そう、めちゃくちゃリアルでタイムリーなキャンプ装備。じゃあまあこの道具たちは、うん、タクムの中で2024年の集大成みたいな、うん、ああ、もうまさにそういう道具ばっかり集めてるんで、ソロキャンプしますよっていう人に もう荷物減らしたいよ、軽量化求めてる方にも、うんうんうん、まあ、参考になる内容になってるから、それは面白いな。じゃあ聞いていきましょうか。はい。で、あのバックパックが登山のキャンプ、うん、まあ超ミニマムキャンプ。そうで、こっちの大量の荷物たちはどういうチョイスなの？こっちはソロキャンプで、うん、俺がまあ夏に1泊2日する時の最近の装備っていう感じ。はいはいはい。じゃあまあある程度洗練はされてるやな。そうそう、ある程度洗練されてる。とは言って結構多いな。そうやね。だからまあ車横付けできひんサイトとかやったら、うん、もうやっぱりこれよね。何？キャリー。ああ、はいはいはい。もうこれで運ぶっていうのは必須にしてる。なるほど。これが、まあ、今回提供いただいたアイテム。おうおう。で、電動キャリー。へえ、電動なんや。そう、これライテリっていう、おうおう、メーカーのアイテムですけど、結構いろいろ出してるところよね。そう、ポータブル電源も出してれば、このキャリーも出してるし、うんうんうん、あと後で紹介するねんけど、冷蔵庫、はいはいはい、っていうメーカーで結構リーズナブルやからさ。いや、俺もマンション住んでるから、あ、そうやんな。このキャンプ道具運ぶには絶対キャリー持ってるんやけど、うん、めっちゃ便利よ。めちゃめちゃ使うんやけど、電動。そうやね、電動。そんなに違う？まあ、そう思うよな、うん、けど正味全然やっぱ違うから、おう、ちょっと試しにほんなら使ってみようか。このレバーついとうやんか。はい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 。このレバーを引いてやるだけで、うわ、すごい電動やな、音がめっちゃ音鳴る。てか、たくん最近電動多ないか？もう電動のキャリーばっかになってる。楽してた。そう、楽してた。最初らへんはやっぱアナログなやつでやっとったんやけど、はいはいはい、もう一回この電動使い出したらこんなちゃうんやって。いや、正味全然違うよな。そう、腕の力いらんから。うん、一回やってみて。じゃあ使ってみるわ。これ、おお、頼むわ。ここのレバーを引くだけってことだね。そうそうそう、そこのレバーを引きながら、ここそのブイーンってこう前にちょっと引っ張る感じ。ここになんかいっぱい電源ボタンみたいな付いてるのは何なん？これがスピード調整やん。ああ、これで調整できるってこと、速さを。そう、3段階までスピード調整できるから。へえー、そうそうそう、すげえな。動き出したらちょっとやってみてや。じゃあ、うん、動かしてみます。おいっす、おいっす。おお、すごい。マジで自動で何の力も入れずに、うん、ゆっくりの安定したスピードで動くわ。ほんまやな。
これどんぐらい積んどん？これがまあファミリー用のテントとかさ、椅子とかでまあ20キロは軽く積んでる。まあ、手で持ったらめちゃめちゃ重たいもん。ああ、相当疲れるけど。スピードはすごい安定してる。それが一番上げたんかな？上げた。おお。でこれ重さ上限あるん？あ、一応上限あって積載、最大の積載量が60キロ。じゃあ俺ギリギリいけそう。いけるな、60キロ。ちょうど60ぐらい。おお。だから人でもまあもしかしたら乗るんじゃないかっていうぐらいはしっかり乗るぐらいの。すごいな。そう、150リットル入るから、まあでかいテントとかでもな、いけるサイズよね。十分よね。うん。じゃあもうこういうゴリゴリの段差も行ってみるわ。おお、行ってみて。結構あるよね。全然大丈夫や。余裕？もう車や。ほぼ。なあ。もう車レベルでそんな気にする必要ないぐらい。うんうん。すごいな。この幅広タイヤはなかなか。電動キャリーは。はい。レベチやね。結構レベチですね、やっぱり。デュアルモーターって下、実は2つともにこういうモーターがついてるからさ、馬力もしっかりあるっていう。あ、後ろ2つについてる。そう、後輪2つにこうやってバッテリーがついてるから。あ、そういうことか。まあそんなわけでこのライテリのやつを最近はよく使ってます。なるほど。はい。じゃあこれはステマってことやな。おいおい、やめろ。ちゃんと案件、おう、まあ正直めっちゃいただいてんねんけど、うんうんうん、もう9割5分ぐらいは基本受けてなくて、おう、もうマジで使えるわと思ったメーカーさんとは、まあ、こうやってタイアップさせてもらってるんで。なるほど、はい。じゃあほんまにいいと思ったとこしかタイアップしないと、うん。あ、もうそれはそう、うんうん。だから持ってくる道具さ、いろいろ案件のやつ紹介してると思うけど、おうおうガチで良くない？いや、マジでいいな。これも使ってみて、マジ違うわ、やっぱり。やろ。まあちょっとでかいのと、うん、高いのとっていうのはあるけど。そうだよな、価格は若干高いけど、かなりいい商品やな。そうそうそう、まあ、ガチでそういう道具だけをね、紹介していくっていうスタンスはこれからも続けていくんです。はいはいはい。いいものは拒まず、はい、そうって感じやね。はい。じゃあまあこういう大量荷物あるときはまあキャリーっていうことやね。そうやね、こっちはもうキャリーで持ってきます。なるほど、はい。まあ、その正反対のこのリュックだけでっていう場合、こっちか。おお。そう、まあ、荷物をとことんまで減らすときはこれだけです。ほう。これなんと55リッターかな。55リッター。そう、55リットルしかハイランバッグで、おお、2泊3日分の全てをまとめていきます。すげえな、うん。さっきのキャリーだけでもう200ぐらいあったんか。さっきのキャリーで、150リットルか、うん、その3分の1のみで2泊3日、うん、っていうのが切り詰めようと思ったらできちゃいます。なるほど。じゃあその中って何が入っとん？この中、ちょっと出してみようか。おう。いや、この中身気になるな。そうやね。いや、これめちゃめちゃ考えてもう3日3晩、お、夜しか寝ずに考えたんや。まあまあ、ストックこれ外付け取るんはちょっと邪魔やから外すか。歩く時の杖。ああ、はいはいはい、はい。まあ、これバリバリ登山道具やね。まあ、これはそうやね、キャンプでは使わんくて、うん。で、まあ外ポケット、お、ここにレインウェアとか。ああ、なるほど。雨具系をまず入れてます。今日も急に土砂降りやったもんな。ああ、そうやね。こういう山間部ってさ、やっぱすぐ雲ができるから。はいはいはい。だからもう天気が急に変わるからさ、家出た時晴れやったのにな。そう、ほんまに恐ろしいぐらい変わるんで、まあ、ちゃんと濡れた時用のレインウェア、これモンベルのやつね。あ、持ってます。で、中広げるとこういう感じで、ほう、ちょっと規則正しく入れてる感じ。いろいろ詰まってるな。やろう。でも綺麗に畳まれてあるな。そう、徹底的にやっぱ収納を考えると、はいはい、全部小分けにしていくっていうのが一番美しくて。なるほど。まあ何どこに入れたって分からんくなるもんな。そう、あれが困るからさ。それも全部色分けで決めてるってことか。そう、色で決めてるし、うん、あと使う順に。ああ、なるほどね、上から。そう。じゃあ3日目のものはもう一番下に置いてあると。まあ3日目ってより大体1日の、後半に使うものを入れてるっていう。ああ、なるほどね。テントとかはさ、
もう歩き終わった最後しか使わない。ほうほう。割とテントとか寝袋っていうのはした。なるほどね。じゃあこれ何が入ってるか一個一個教えてや。オッケー。まあざっといくで。ここは、まず一番下はテント入れてて、まあ、俺割と身長高い方やからさ、あの2人用のテントっていうのを、ああなるほどね、チョイスしてるプレテントってやつ。ほう。のライトロック、なるほど、やつをまあ入れてます。一番下に。じゃあまあ2人でも使えるぐらいの。使えるけど男2人で入っちゃうとやっぱかなり狭くて。なるほど。ちょっとまあ密着しちゃう感じね。そう、なんか俺らぐらいのレベルの山登りやったら、まあ、そこまでな切り詰めんでもいいから、ちょっと広々行きたいなと思って。なるほど、はい、で寝具なんやけど、マットレス、これはもうすごい迷って、俺はコットでもなくエアマットでもなく、ほう、クローズドセルっていうあの銀マットでもなく、このインフレータブル、ほう、1個だけ持っていってます。インフレータブルなんや。そう。じゃあ空気入れるってこと。空気入るし、広げただけである程度勝手に入ってくれる。ほう。自動膨張式の。それがそんなちっちゃくなるやな。そうなんよ。でもこれ1枚で断熱もできるし。おお。っていうのでこれを持って。快適に寝れる。そう。必須アイテム。そう。これが着替えです。ああなるほど。そう、俺の場合まあ服2泊3日やったら1枚ぐらいしか持っていかん。まあ、かなりここは俺ずぶといからさ。お。服別に着替えなくてもあんま気にならん。ちょっと臭いもんな。匂いのことはね。まあ1日目汗だくになるから1枚着ていたやつはもう水没する。あ。でまあ2日目これ、はいはいはい、に着替えて出発で、まあ3日目なんてもう下るだけやからさ、まあ、ちょっと後ろの人には臭くて申し訳ないけど、これで俺は結構3日目は朝日の出見て降りるって感じなんや。そう、基本的に。まああのそこからアタック、山のふもとのテント場で泊まって頂上行って降りるっていうパターンとかもあるし、3日目にほぼ頂上に近いところにテント場がある。ああ、割と泊まっても下山だけっていうパターンもあるし。なるほど。っていう感じかな。来週行くとこもそういう感じだよな。そう、来週行くとこも朝ちょっとだけ日の出見たらもう降りようかな。なるほど。で、まあ、これ着替え、おう、2泊3日の着替えこれだけっていう。いややばいな。山の上なんてさ結局めっちゃ持論やけど、ずぶといやつかめちゃめちゃ経験豊富なやつかの 2パターンしかないと思ってるから。俺はどっちなん。俺はハイブリッド両方。おいおい、ずぶといやつちゃうんか。こういうのはめっちゃずぶといし。ああはいはいはい。といってまあ道具は割とでもこだわってたりとか、そう、でもどっちかっていうとまあ経験で補う方が。なるほど。ずぶとい人ってもうどこでもすぐ寝たりするから。いやあれすごいよな。真似できる。どんだけうるさくても明るくても一瞬で寝る人おるから。もう地面でこぼこでも羨ましい、あれは。はいはい。ああいうまあずぶとさを極めたら、登山でもないいよな。うん。でまあこれ、お、このダウンジャケットいいですね。ああ。なるほど。上はやっぱ寒い。寒い。今富士山なんて登ったら多分真冬と変わらんから。ええー。真夏やな。そんな寒いんやな。そう、 100m で 0.6 度。日本の山はな。なるほど。外国やったらまあそれ以上下がるんやけど、 100m で 0.6 度下がるってことか。 100m 標高上がれば 0.6 度ずつ下がる。ああなるほどね。そうに加えてまあ風速によっても一気に体感温度下がるから、うん、山の上やったら平地の冬下手したらそれ以下の気温、はいはい、でダウンジャケットは絶対上下持っていってる。なるほど。まあ、寒かったらどうしようもないもんな。どうしようもない。この前富士山って寝袋にくるまってご来光待ってたりしたぐらい寒かったから。はいはいはい。で、どんどん行っていいですか。おう、この辺、この黄色、はい、何が入っとると思う。全然分からない。食料しか出てこない。ダウンとかもさ濡れたらあかんかった。あ、こうやってスタッフバッグって防水の袋に入れて、でまあ着替えとかも濡らしたくないから防水袋。おう、同じく防水袋に入れる代表格といえば寝袋。そう、ダノン寝袋ですこれ。なるほど。ちっちゃくね。ちっちゃいな。そう、俺のコールマンの10分の1のんぐらい。あれリュック埋まるもんね。あれはやばい。そう、めちゃめちゃでかいから、
まあ、夏用やからそもそも綿の量少ないし、でまあダウンが入ってるイスカのダウンシュラフが入ってるんで、こんぐらいちっちゃいです。なるほど、はい、これは200目、頂上で泊まる時の寝袋ってこと、まあ、1泊目の夜も。ああ、なるほど。山小屋ってあれ、山小屋にある寝袋はあんま使わへん。山小屋行った時はそう、ただ今回はテント場で泊まるからテント持って行く。あ、なるほど、そういうことか。200とも、テントなんやな。そういうこと、そういうこと。ほう。から、まあ、エアピロー。おう。まあ、すごいいい道具ですね。はいはいはい。で、これ、ローテーブルは、これを持って行ってます。超薄いな。そう。ベルンっていう、ほう。やつで、ちょっと、重さ。ほう。フィールドホッパーってあるやん、すぐ開く。ああ、はいはいはい。あれとかがまあ 300g 以上あって、うん、っていう中で、これとかちょっと持ってみて。うわ、めちゃめちゃ軽いな。やろ。うん。ほぼアルミ？そう、もうアルミで 200g 台しかない。へえ。アルミホイル持っとんかと思った。それ言い過ぎやろ。まあけどこれの良さ、山に持っていく良さは。実はこれ風防になるんよ、まあ、山の上って風がさ、さっきも言ったように強いから、バーナーとかの火つかんこと多くて、っていう時にこれはさ、実はパッて、おお、そこに立てれちゃうんやな。そう、90度に立つから、ほぼ、はあ、だから、まあ、風防を別で持っていかずに済むっていう一大二役的な、なるほど、っていうので、まあ、ローテーブル。なるほど。その薄さはもうどこにでも、はい、そうやね。そうやな、背面とかにパッて差し込めるから、で、もういよいよ少なくなってきましたけど、おあと、まあこれ何？お皿です。あ、お皿なんや。はい、まな板かな。でも誰が登山で料理するやまあ京都とかやったら登山でもな、するんかもしれない。俺はもうせんから。さすがにな。まあ折り目ついてるやん。お折り紙システムでさ、まあ、こんな感じでパチ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 止めていくと、お皿になるんで。すごい。これで、これでは水気あるものも飲めるってこと、うん、余裕。すげえな。でもここメモリとかもついてるから。あ、なるほど。 100ml とか測れるんやな。そうそうそう。すげえな。っていうので軽いし、はあ、かさばらんから、最近はこれになったな。なるほど。究極に軽くするための工夫ってことやな。そうやな。シェラカップとかでもまだかさばるわと思って。なるほど、うん、すごいな。でまあクッカー類はもうこれだけです。それだけ。そう、バーナーライターとか、おうおうおう、もう全部ここだけ。その中にも全て収まってると。そう、こういう感じで。おお、すげえ。まあ、オーディーカー250のやつと、おう、あとは、まあ、外のオーディーカーバーナーと、おう、で、日灯車ね。おお、日灯車のマッチ。日灯車の、うん、ほぼ日本のマッチが、ほぼ日本のマッチが日灯車の。日灯車の、はい、すごいシェアを持ってる会社です。なるほど。これ兵庫県の。そう、兵庫県姫路市。そうだろ。で、まあ、ライターはこれ。おう、100均の、って思うやん。最強のライターです、これ。最強なん。ビッグのライターかしら。全然知らんな。知らん。違う。おお、軽い。軽いやろ。うん。で、いや正直まあそんな安っぽいやん。すごい安っぽいな。ああそうやね。何が違うん。何がやんって思うけど、おう、これプリント式のライターって火花が確実に飛ぶと、おう、いうのと、あとまあガスの種類、うんうん、ノルマルブタンっていう普通のブタンなのかイソブタンなのかあるんやけど、イソブタンが配合されてるの、このビッグのライターって。おう、だから、まあ、低温下にも強いと。なるほど。いうので、まあ、実は2000m だろう、3000m だろう、かなりの確率でついてくれるんです。ほう、寒くても全然つくライターってことやな。そう、それでいてそんな高くもないから、うんうんうん、もうこれはね、常に何本かストックしてるぐらい気に入ってる。なるほど。海外のめっちゃ寒い国のさ、うん、ブッシュクラフターとかもよく使ってるから。なるほど。ビッグライター。そう、ビッグのライターはもう理由があるんですよ、やっぱり。で、このクッカーは何なん？このクッカーが、あのトレイルポットっていうカーゴワークスから出てるクッカー。はいはいはい。そう、これは実は前の動画で。ああ、はいはいはい、前見たやつな。そう、紹介してんけど、まあ、持ち手んとこがすごい長かった。うん、あとフッ素コーティングしてやるから、おあの
米とか炊いても、はいはい、焦げ付きにくい。ああ、それはめちゃめちゃでかいよな。そう、山の上とかやったらさ、キャンプ場みたいな炊事場ないから、うん、ほとんどウェットティッシュだけ。おで服にもやっぱ焦げつかんかったらすごい助かるんで。はいはい。でまあ見ての通りボディ感がね収まるっていう。おのもすごいメリット。いやー確かにな、ここに収まっちゃうっていうのは、うん、なかなか嬉しいよね。そうキャンプでも嬉しいな。嬉しい、うん、は山行くときはもう最近こればっかり。なるほど、うん、もうここまでコンパクトに収めてるやな。そうやね、うん、いつもでっかいの持ってきとるけど。そうまあ1泊2日ぐらいの山登りやったら山でも俺あんな持っていくんやけど、うん、今回ちょっと日本アルプスはな険しい、ちょっとなんかやっぱミスりたくないからもうとことんまで軽量化してます。なるほど、はい、でまあここに、まあ、保冷系のやつ入れて持っていく。保冷系、そう例えば豚肉とか、あの解凍しながら持っていくからこう入れたり。なるほど、うん、まあ保冷バッグみたいな感じ。そうそうそう、でまあお米とかスープとかいろいろ入れてて。なるほど、ポリニシとかも。ほう、最強のふりかけ。そう、最強のふりかけね何でも合うから。これ開けれへんってことじゃん。開けてみて。うわ、ガチで開かへん。ちょっと一回壊していい？あかんあかん。やろ、いやめっちゃ硬い。硬いよな、うん、普通には開かへん。うんうんうん、ほんちゃん液体とかも入れるそうやもん。液体いけるでこれ。はあ、なんかプロテイン混ぜるメーカー、ブレンダーみたいなメーカー、ね、これ使ってます。なるほど、いう感じっすね。でまああとはお菓子類を。うん、お菓子とかまあ炭水化物やっぱ大事なんで。うん、米は大事やな。そう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 、お米は絶対食べたい。ほうっていう感じです。でまあカップヌードルとか。そうカップヌードル山の上で買ったらこれ500円とか。そんなからまあ定置でいっぱい買っていく。まあ500円でも欲しいもんな、昼まで飲んじゃうから。はあ、そうなんや。絶対地上、普通の地上やったら飲まへんけどな。もう美味しくて仕方ない。か、塩分が。なるほどね、うん、でまあこれ最近導入したい。おお、最近買ったやつやな。そう最近買ったモンベルの、モンベルのフレックスウォーターパックで。おお、新しいやつは、まあ、自立するから、これ水入れたら。おお、っていうのやったり、あと口が広くなった。ああ、ここが42ミリ径。おお、だから他社のメーカー、これハイドロパックの、うん、あの浄水器なんやけど、これがちゃんと適合するんで、で浄水した水が飲めると。そう、日本アルプスとかやったらちゃんと橋があってそこで休憩できるスポットがあるんや。おお、とかやったらまあ流れてる水さってくんで、はいはいはい、浄水して飲むっていう。はい、山でお腹壊したら終わりやもんな。そうやな、だから確実にやっぱ浄水器、うん、兼水を溜めれる容器っていうので。なるほど、これ持っていきます。大事。もう実はこれでリュックサックの中、ほう、もう、はい、川になってもたな。はい、川なんですよ。で唯一まだあるのが、まあ、このね雨蓋。うん、ここ。ああ、ここにもそんな詰まってるやな。そう、ここにまあゴミ箱。おう、これゴミ箱。ああ、はいはい、スタッフバッグね。そう、スタッフバッグと、あとはまあリュックのカバーと。おう、これヘッドライト。おお、はいはい、夜間のね。そう、夜間移動があれば必要の。でまあ登山の時はこのアクティックコアっていう、うんうんうん、ケツルのライトを使ってます。なるほど、どう違うん。え、どう違うん。まあ、例えば俺キャンプでめっちゃ愛用してるやつはこれで。おう、ちょっとこう光の光源が多くて、はいはいはい、近距離とか照らすのが得意なんや。うん、けどこれって一個の光源でズドーンっていう。ああ、結構遠くまで。そうそうそう、照らせると。うん、で照射距離が長いからさ。なるほどね。そう、割と前まで明るいっていうのが特徴で、はいはい、俺は山登りはこっち使うようにしてる。はあ、まあ耳栓とあのアイマスク。ああ、ここに入れてたり。睡眠大事やからな。そう、いびきかくやつが安って誰いびきかく人が絶対おるから。確かにな、疲れてるしな、みんな。そう、いつも以上に銃も書いてるかもしれないマジで普段書かない人にも書くから。うんうんうん。でまあこれハイックスの変光グラス。そう、変光グラス。
めっちゃ魚見えるやつやん。そう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 、まあ、これはもう目やられんために、うん、石を持っていって、やっぱ眩しい、紫外線強い山の上。あー全然違うやな。で、まあ、あとはもう歯、まあ歯ブラシとかね、うん、ビオレの指消毒、うんうんうん、これ100均に売ってて、はいはいはい、いいなと思う。あとは日焼け止め、おこれちょっと前に案件でもらったやつね。おあのこうやってスティックのりみたいに、はいはいはい、出して塗れるから。なるほど、どこのやったっけ、これがビルドっていうメーカーで、うん、結構でもそれ見るわ最近。あ、ほんまに、友達も使ってた。マジ、うん、そうなんや。あとはこれ財布。あ、財布なんや。小学校の時使ってたマジックテープ財布や。やっぱまあ山の上はさ、もうお金がそんな役立たんから、うん、正直もう必要最低限な5,000円ぐらいしか。はいはいはい、5,000円も登山で使うん。まあ、なんだかんだ宿代とかテントとか。あ、それでそこで、まあそっかそっか、そこで払うことになるんか。でまあ友達で財布忘れて登ってくることとか。あー確かに確かに、これちょっと貸してくれへん、うん、忘れそう。でまあちゃんと小銭も入れて、うんうんうん、っていうまあ軽い感じのやつ。なるほど、ある程度防水やし。ほう、55リットルのリュックに収まるというわけか。そういうわけですね。すごいな。はい、でなんと10キロぐらい、これで合計10キロぐらい、うん、これ測ったら10キロぐらいやって、まああと水2リットルか3リットルぐらい持っていく。おーいうので、まあ、14は切りたいなっていうのが俺の目標ですね。なるほど、はい、安全にね帰ってこれたらなと思ってます。ほう、はい、まあ、安全第一で。そう、安全第一で行きます。また YouTube で話せるようにね。うん、はい、まあ、これが今回の2泊3日の装備でした。なるほど、コンパクト装備たちってことだよね。そう、超ウルトラコンパクト装備です。まあこれさえあれば2泊3日はどんな環境でも生きていけると。自信はあるね。素晴らしいね。でもイレギュラーが起こったらそんな一発やから、人間なんて勝たないから。確かに、自然には勝てんから。絶対勝てん。だからもし無事帰ってこれたら、まあ、自然の恵みやなと思って、ま、無事また動画が撮れるように。そう、健闘を祈ります。ありがとうございます。じゃあもうこんだけ開いとったってことか。そうやねん、結構入れとった。あ、でごめん、そのリュック、ほんほん、これはどこのな。これが今回はミステリーランチ、おうおうおう、っていうメーカーのリュックサックを持っていこうかなって思ってて。ミステリーランチ、そう、背負い心地がまあかなりいいんよ。すごいな。そう、メッシュになってるから、はあ、通気性よくて、うん、でまあ雪山とかやったらさ、これ雪が入っちゃうからあんま採用されへんね。おうおう、3シーズン用としてはやっぱり快適性求める登山者とかをさ、こういうメッシュのスポンジみたいになってるやつを、うん、まあ、結構愛用してる方多い。なるほど、はい、すごい心地よさそうやもんな。そう、背面調とかも変えれるから、なんか自分の肩と腰骨の位置に合わせて背負えるっていうので、これはすごいいいっすね。なるほど、はい、すげえな。じゃあこれがミニマムキャンプということやね。そうやね。で、こっちがもうフル装備、うん、まあソロキャンプではこれがあればもう最強と。そうやな、もう車でこうやって夏シーズンキャンプするんやったらこれ持っていきますってのが今ここに揃ってる装備かな。なるほど、結構快適な、おう、夏キャンプ装備、最近のを紹介していきます。なるほど、はい、まあ、これは重くてでも持っていった方がいい。そうやね、もう移動大変すぎるわとはならんぐらいに、うん、うん、快適性と、まあ、移動性の、なるほど、良さを重視してバランスいいぐらいかな。はいはいはい、はい、じゃあまあ1個ずつ聞いていこうか。どうした。じゃあまず、うん、目の引く真ん中の奥のこれか。おう、でこれ、まあ、リュックサックに見えると思うんやけど、おう、何でしょう。バッテリーみたいについてる。そう、4度クーラー。正解です。まあポータブル冷蔵庫、俺が知ってる中で一番ちっちゃい。おー、確かに。そう、ポータブル冷蔵庫とかはさ、ほんまに俺いいやつしか紹介したくなくて、うん、あんまりっていうかほとんど断るんやけど、はいはいはい、これいいなって思ったのはちっちゃかった。確かに。そう、結構でかいの多いもんな。多い、持つだけで大変やから、うん、ってなってくると、もうガチで紹介したいメーカーってめっちゃ限られてるんやけど、はいはいはい、このメーカーのは16リッター、おう、
ていうかなり小さいサイズ感で、まあ、ソロとかでも使いやすい。なるほどね。あの紹介しようと思いました。はいはいはい。でバッテリーはあのさっきと一緒、こっちか、うん、ここのポケットに、サイドポケットについてるこのバッテリー、ここに挿すだけで、そうそうそう、はあ、ここに挿して、6時間から、そんなに持つんや。そう、1個で6時間持つから、ほう、3個持っていけば18時間持つし、はあ、っていう感じで。いや、リュックで冷蔵庫ってすごいな。なかなかないか、まあ正規の使い方としてはやっぱりメーカーさんもリュックとして使ってくださいっていうのは打ち出してないんやけど、うん、ほうほうほう、あの最悪まあ運ぶときに一応こういうリュックとしても使えますよぐらいの。ああ、なるほどね、うんうん、もう100年後の甲子園のビールの売り子はみんなこれになったかもしれない。全員抱いてるやん。でもう一個特徴があって、うん、プレートしてだけじゃなくて保温としても使える。ほう、とは、あの太陽温度が20度までいって、あー凍っちゃいかんもう、うん、あの冷えたままっていうよりはちょっとぬくい方がいいな、はいはいはい、っていう時は一応20度まで。なるほどね、はい、まあ寒い時に冷えんようにそういう機能があると。そうそう、すごいな。だからマイナス20からまあ20度っていう間で温度調整できるっていうのも嬉しいポイントですね。なるほど、はい、他はこれなんか特徴ないん？あと特徴あって、お、例えば、まあ、常温の25度とかから、うん、0度まで、うん、わずか15分しかかからない。15分で、そう、もう完璧な冷蔵庫ができちゃうと。そういうこと。すごいな。だからキャンプ行こうかっつってみんな車乗り込みました。おうおうおう。その時にじゃあちょっとアクエリアス冷やしとこうっつって入れる。おう。じゃあもう15分後には0度になってるから、あークーラーの中、はい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 、っていうので、まあ、そういう速さっていうのもすごい魅力。なるほど、まあ容量も小さいからその分早く冷えるっていうのもあるんかな。そういうこと、そういうこと。はあ、すごいね、はい、っていうので、まあソロの時は、うんうんうん、意外と容量ちっちゃくていいから、うんうんうん、この小さいサイズのポータブル冷蔵庫っていうのは最近結構使ってます。なるほど、はい、まあ何でも電気ってことか、うん、そうそう、もうさっきのバッテリーはほんでこれでこういう感じで入るんですね。へー、はい、まあライテリっていうメーカー、まあそれ持っていっとけばさらにまた充電できると、使ってる間は。そう、充電できるし、こう USB ポートとかもついてるから、うん、まあ、意外とちっちゃいし、はいはい、っていうのでソロにはねこれぐらいが使いやすい。ほう、確かに片手でポタデン持てるってあんまりないもん。280W ぐらいかな。ああ、まあめちゃくちゃちっちゃいよ。なるほどなるほど、まあ十分よね。うん、あの携帯の充電とか、うんうんうん、カメラのバッテリー充電ぐらいやったら余裕。なるほど、はい、じゃあまあ電化製品は以上って感じか。そうやな、もうキャンプならではの電化製品は結構あんな感じかな。なるほど、はい、じゃあまあ他の道具に関しては、うん、結構もうこの山装備と一緒、うん、そうやな、まあ被る道具多いよね、衣食住というか。なるほど、はい、まあよりキャンプに適した感じの道具になってくるんかな、うん、なるほど、思います。いやちょっと気になるな。そう、その違いも含めて、まあ、浮き彫りになると思うんで、うん、はい、見ていきましょうか。 OK。 何を入れてるんや。ボックスの中はもう結構小物、うん、キャンプの小物系は俺ここに全部まとめてて。なるほど、まあ例えばさっきはあのモンベルの 1.5 リットルのさ水のやつ持って行っとったけど、キャンプやったら俺こっち。なるほど、どう違う。6リットル入るから、はいはいはい、かなりたっぷりいけるっていうのと、うん、あとまあ若干こう引きずったりとか、うんうん、強いような強い素材になってる、そうになってるやつで、まあ、こっちの方がちょっと重たいんや。そうやな、結構しっかりした感じ。ああ、あーなるほど、はい、で、まあ巻き割ったりとかのナイフ。ああ、それは何の。これがあのモーラナイフ、ガーバーグ、はいはいはい、カーボンの刃です。なるほど、ステンレスとカーボンあるんやけど、うんうんうん、まあ、カーボンの方がしっかり研いでしっかり手入れするんやったら面白いよね。うん、はい、で他は何が入ったの。他が、うん、まあ、枕とか。ああ、そう、さっきはエアピローさ、めっちゃちっちゃいやつやったんやけど、うん、はいはいはい、まあもうキャンプとかやったら結構こういうウレタンフォームがしっかり、あ、そう、マテリアルとしてこう入ってる感じのさ、はいはい、でかい枕を持って。
もう枕なんかでかければでかいほど気持ちいいもんな。間違いない。もう最近は俺はもう羊のいらない枕ね。あれやばいな。あれやばい。家でずっとあれやし。なんならあれキャンプでも持ってきたもんな。そう。もうこれはええわと思って。はいはいはい。その影響を受けて買ったんですよね。あれで寝たらもう起きれへん。起きれんな。気持ちよすぎて。これ PR でもなんでもないもん。うん。ただただ俺らが気に入ってる枕、うん、Amazon のおすすめの結構上位よね。あれはびっくりするぐらい、うん、やっぱ売れてるんやろな。いやすごいプルプルやし。そう重いけどね。うんうんうん。まあ俺はだからあれも羊のいらない枕持ってくるか、まあ、もうちょい小さくしたいって時はこの C2 サミットっていう、ね、おうおうおう、これ持ってくるか。なるほど。はい、っていうところです。で、まあ寝具行ったんで、うん、これですね。おうおう、それは何の。これはあの一枚地のブランケット。はいはいはい。高山行くからこそ、まあ、寝袋持って行ってたんやけど、おうおう、平地の夏キャンプ、うん、まあ暑いやん。ああ、はいはいはい。っていうのでもう足とか蒸れるからさ、うん、俺はもうブランケットで寝るようにして。なるほど、それはまあ必須アイテムやね。うん、スナグパックっていうメーカーの、おうおうおう、ジャングルブランケットって。はいはいはい。じゃあまあ大きい道具としてはそういうもんか、うん、そうやな、大きい道具としてはまあそんなもんかな、うんうんうん、あとまあ小物とかがサッと入ってる感じ。なるほど、うん、何がバーッと入ってるの。それはここはもうザッといくけど、うん、まあバーナーはさ ST350 って、おうおう、最近出たやつね。ああ、外の。そう、今年出た。これをまあ山登りでも結構使うんやけど、おうおうおう、今回の日本アルプスとかじゃなくその辺の山やったら俺結構こっち持って行ってる最近。なるほど。っていうぐらいいいバーナーやったり、こういうポーチも救急グッズか。そう、まあこれは先ほど切り詰めんでいいから、うんうん、結構いろいろ入れれるし。なるほど。まああとはこの辺、もうこの辺っす。これが全部ぐらい。何々やん、ざっくり。ざっくり LED ランタン。ああ、ランタンとかね。そう、もうこれは1000ルーメンぐらいのやつを2つ、おー、あったらもうこれでこと足りるぐらいいいな。はいはいはい。っていうのと LED ランタンつながりで、最近持っていかんキャンプはない。おお、名もなきランタン。ああ、かわいいよね、マジで。そう、愛着がもうめっちゃ湧いてきて最近は、うん、これね。はいはいはい、はい、何回見てもいいなっていう。うんうんうん。のでこのゴールゼロがさ、この中に入ってるっていうタイプ。ああ、はいはい、ランタンね。前も一回紹介してたよね。そうそうそう、あれですごい好評やって。ああ、結構いいコメント入っとったよね。うん、購入してくれた方も多かったみたいな話。うんうんうん。ちょっと高いんやけど、はいはい、賞味。何本やったっけそれ。2万円とかする。そう、その小ささで。小ささで。まあでもしっかりしてるもんな、うん、めっちゃ重たかったし。そう、ほんまに一生ものなんやなっていうのは思うんやけど、まあ高いな。うんうんうん。そう、だからそこだけクリアできたらほんまにいいもの。なるほどね。はい、まあ、これがランタン系。はいはい。でまあこれとかはさ、おうおうおう、2024年のキャンプで結構使ってるんやけど、うんうん、はいはいはい。ちっちゃい。へえ、ちっちゃいな。そうそうそう、まあ、ちゃんとそういうランタンなんやけど、おうおうおう、こうやって2024年はあの軽量化というか、はい、小さいのがまあキャンプでも結構来てる感じ。なるほど、だからちょっとコンパクトめに抑えてるんやな。そうそうそう、ソロキャンプとはいえ結構もう小さくいけるから。うんうんうん。でこっち行こうか。これ前も紹介したけどね、おうおうおう、あれやな、はい、ガス溜めるやつやな。すごかった反響が。へえー、めちゃくちゃ売れとったよ。はあ、ほんまに多分40、50、うん、このレベル1週間ぐらいで売れとった。へえ、あのアフィリエイトリンクからだけで。おーおーおー。っていうぐらいやっぱりすごい、みんなこれはいいもんやって思った。おー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 。カセットボンベです。へえ、ここに注入して使えるっていう、はい、これはもう画期的なアイテムやね。そうね、36g、うんうんうん、入るんやけど、まあ1回2回湯沸かすだけやったら、おうおうおう、これでいけるから。なるほど。でまあそのキャップ、うん、これ別売なんやけど、おうおう、あのカセットボンベの蓋とか OD 缶にも使えるっていう。はい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 。このキャップ、これは、まあ、すごいやっぱ最近いいもんやったなって思って。なるほど。あとはでこのチャンネルでは定番に、まあまあまあよく見るアンブレラよね。ブレラはまあ俺が貼ってた。ああ、ったやつね。まあそれも定番やね。そうだね、こういう感じで。いやー、よく見る光景やな。もうデジャブです。お、順番にこれはざっと教えてもらうと、まあ、これ皮膚規模36工房のやつ。はいはい、はい、でコーナーに売ってた80円ぐらいのスポイト。おでこれはダイソーの300円のチタンスプーンで、うん、これクルトガアドバンス、お
封筒がね。ああ普通にペンね。そうシャーペンで、これがまあ東京クラフトのお箸おで、まあここにはモンベルの温度計と遭難した時用の笛、はいはい、がこっちに入ってます。おで、こっちは、まあ、オーライトの懐中電灯で、俺が一番最高傑作やと思ってるやつ、シーカー4プロっていう、シーカー4プロ、このシルエットにしてはめちゃくちゃ明るい。なるほど。そう、それでいてまあでかすぎひんから、うん、確かにめちゃめちゃコンパクト、ダントツでこれが気に入ってるね。こうでまあプレヒート用のアルコール、うん、オピネルのナイフ便利なよね。こうキャンプでナイフ忘れていくから俺、ああ結構忘れがちよね。そう、でも大体これでこなせるから、うんうんうん、でまあここは同じくねビッグのライター、ビッグライターね、キャンプで持っていきます。でマルチ2、おこれはまあカメラとかのさ雲台つけるためのドライバーとか、そうマイナスドライバーよく使う、はいはい、なるほど。でまあプリントライターのタイタンライト、はいはいはい、これも以前の動画で紹介してるんで、うん、もし気になる方はチェックしてみてください。おまあそんなとこっす。なるほど、はい、あとまあ一応ここにチャックがこうついてて、コールマンのランタン直すやつ、はいはいはい、これコールマン好きは絶対いるやつ。なるほど、そう重要やね。重要、キャンプ場行ってから使うことめっちゃ多いから、はいはいはい、これが収まってるマックスペディションのポーチです。でまあそこにこの蓄光ジッパー、パズデザインのやつをこうこうやってジッパー付け替えてます。開けやすいようにね。はい、これはもう同じくでかい方のやつも付け替えてます、暗闇で目立つように。はい、じゃあまあ小物系はこんな感じと、はい、こんな感じいうわけですね。じゃあまああとはどんな感じ、うん、まああとはもうグラウンドシート、おーこれはもうコンコスのばっかり、はいはいはい、使ってますね。ずっと使ってるよね。なんか味と言っていいのか分からんけど、うん、すごいことになってる、うん、育ってるな。育ってるな。まさにそう、これ育ってるから、うん、ラグビー。であとこれ、おここにランタンポール系を入れてる、あーはいはいはい、ランタンスタンド4種類ぐらいかな。なるほど。あって4つもあるな。そう、ほぼどんな地形でも、ああこれとかやったらテーブルの上でも地面でも、うん、両方させるっていうタイプやったり、ほい、まあ、東京クラフトのやつはおなじみやけど、ほう、こういう釣り竿みたいな、うんうん、形になるやつやったり、はい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 、サウスウィンズっていうメーカーから出てる、うん、卓上のやつとか、ムースルームワークスっていう、はいはい、メーカーから出てるやつ。なるほどね。はい、ちょっと前に紹介したんですけど、ほう、こうテーブルとかにかまして、ほう、ここでね、ほう、止めれるっていう高さ調整もできる。おうおうおう、結構面白い。はいはいはい、このちっちゃいネジでこれで微調整できるっていうやつね。そうそうそう、微調整が可能なやつをよく使ってます。ほう、いっぱいランタン持っていくからさ、うんうんうん、結構吊るすようにたくさん持っていくから、はいはいはい、でこれも同じコンコスのこのバッグに入れてる。なるほど。そうで、まあいつもここにこの焚き火シート、おうおう、一緒に俺挟んでるの。ああなるほどね。そう、こういう感じで、ほう、一緒に畳んで、そう、よう忘れるから焚き火シート、はい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 、結構忘れがちよ。そうそう、じゃあまあここからざっといきますけど、おペグ系は、うん、こんな感じで、はいはいはい、まあ、チタンペグを中心に、うん、そして時には、まあ、アルミの単造ペグ、はい、最近流行りの、はい、アボフォレストっていうね、うん、メーカーばっかり最近は使ってます。なるほど。で俺はなんだかんだこのチャックできるタイプが好きになって、チャック、あ、バックルのやつ、あ、はい、このバックルタイプが好きになって、うん、これもコンコス、コンコスさん、はい、コンコス系が最近は多いです。なるほど。でまあおしゃれな焚き火台これ入ってます、はいはいはい、これ前つけたやつよね。そうそうそう、めちゃめちゃデザイン性良かったよね。めっちゃいい。で五徳が来れないけど、へえ、これは別でフューチャーホックスっていうメーカーね。はい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 、めっちゃおしゃれで、おお、これをかますと良かったから、個人的にはこの組み合わせが、なるほど、ちょっとコンコスっぽいけどね、これも、うん、あ、なんか COCO みたいな、あ、確かに。なあ、ドア、あとはポール、うん、ポールもこれアボフォレストのやつを最近はよく使ってる。なるほど、はい、日本セットのやつね、内側からさせるやつね、うん、そう、この保護するやつがついてることで、うん、まあ拡張するときに結構このまんまいけるから、はいはいはい、そういった意味でも使いやすい。なるほどね、うん、
これさっきのペグと同じメーカーってことか。そう、アボフォレストですね。おーカーボンポールよりしっかりしてる。あそう、重量感で言ってもそうだし、はいはいはい、なんか質感で言っても、うんうんうん、だからあのしっかり風が強い日とか結構頼りになる。なるほど、頑丈なんやね。そうで、テーブル。ほうテーブルはこれ。どこの小川のやつ。ああ、これマジで名作だと思う。はいはい、これがまあなんだかんだ一番気に入ってるんちゃうかな今。おお、一押しの。一押しやね、ブラックテーブル。そう、いろいろテーブルは持ってるんやけど、うんうんうん、中でも小川のやつは。京都はどう？これめっちゃいい。めっちゃいい、うん、下に置けるしな。はいはい、ネットにね、うん、置けるし、天板もまあちょっと高級感あるから、ね、うんうんうん、結構いい黒やね。そうそうそう、マットな感じ。マットな、マットブラック。高さ調整も2段階できるっていうので。おい、あとはあの、うん、椅子はどうなの？椅子はオンウェイっていうメーカーのコンフォートローチェアってやつ。これこうやって当てちゃうぐらい。はあ、全然ビクともせん。めっちゃ頑丈。はあ、でまあ座るとこういう感じになって、うんうんうん、まあこういう系のチェアいっぱいあるやん。はいはい、中でもやっぱ群抜いてしっかりしてるんちゃうかなっていう。手すりもなんかすごいウェーブになってるやつやな。そう、これがみんなここに手を置いたらおおってなる。はい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 。で最後、うん、この中に入ってるやつだよね。そうだね、大きく4つぐらいなんやけど。おうおうおう、まあ、マットはこれ、エヴァニューっていうメーカーから出てる新山寝そべりっていう。おう、そんな名前なの。そう、ぶっちゃけもっと評価されていいはずやのに、うん、めちゃくちゃ無名なアイテム。はいはいはい、何がどうやん。これの良さは実は幅広なんよ。うん、サーマレストのやつとかここまでしかない。ああ、はいはいはい、だから実は5センチぐらい長いっていう、うん、まあ、結構貴重な存在。あ、あんまりないんやな。そう、有名どころではワークマンのやつとか、うん、結構幅ワイドなんやけど、うんうん、あれと実は同じぐらいの幅で。はいはいはい、ちょっと変わってほしいんやけど、すごい柔らかいな。柔らかい、おー、すごいソフティーや。うん、やから厚みは 1.2 センチぐらいしかないのに、うん、まあ、かなり寝心地というか、座り心地っていうかはいいと。へえ。いうので最近使い始めて。なるほど。今度は、まあ、これね。ほう。コット。よく使ってるやつね。はい、夏キャンプはやっぱコットっすよ。大事やな。大事。ムカデが登ってくるかもしれない。ああ、気持ち悪い。毛虫とかな。うん。ああいうの嫌やから。っていうので、まあ、ポットはヘリノックスの高級なやつ。ほう。で、あとは？あとは虫除けグッズ。はいはいはい。まあ、代表格で言うと、やっぱりずば抜けて使ってるのがこの2つかな。何と何なん？アース製薬のモムスーン。はいはいはい。もうこれは50巻あって、フルに使ってでも結構減った？ちょっと減ったな。ちょっと減った。そう、めちゃくちゃ、うん、大量に使い込んでこれぐらいなんで一夏で。今日も炊いてるもんな。うん、今日も二巻炊いてる、うん、っていうのと、まあ、肌に止まった時用の、うん、リッチリッチ30。はいはい、はい、最強。これ最強なやつな。最強っす。濃度30の。この 30？ あんな、ごめん、濃度30の。あ30に敏感すぎなと。トラウマやから。うん、一回ロケで30周年ちゃうんって言われて、何も返す言葉がなくて空気感がちょっと悪くなっちゃった。突っ込めんかった。突っ込めんかった。なんて突っ込めばいいかわからんかった。ちょっとまだまだやな、精進あるのみ、うんうん、じゃあ、まあ虫除けはもうその2つの2強ってことやな。そうやな、もう2大巨頭やと思ってる。ほう。で、テントは、まあ、相変わらずのサーカスティッシュです。うんうんうん、はい、ワンポールのね、うん、のよいしょ、ここの DX っていう、まあ、前に張り出せるタイプ。ああ、もうこれがあまりに便利すぎて。なるほど。もう職業キャンパーみたいなもんやん、カンパー。うんうんうん。ってなるとやっぱ取り回しの良さ。はいはいはい。でもこれ抜群っすね。やっぱ違う。もう全然これ買って後悔する人ほんまに会ってみたいもん、逆に。俺がトイレ行って帰ってきたらもうタクム立て終わっとんもん。あ、もうそれぐらい早い。ほんまに10分かからんと。うんうんうん。っていうぐらい楽なんで。はいはいはい。うん、干すときだけちゃうかな、うん、雨降ってめっちゃ濡れちゃったと。あー、はいはいはい。アパートで多分干そうと思ったらめっちゃしんどい。あー、確かに。前アパート住んどったから。はいはいはい。そうっていうぐらい欠点を。なるほど。うん、っていうところですね。そんなもんですか。はい、これがまあ今回の
キャンプ装備の方の紹介でした。いや今日の動画はかなりコントラストのある動画で面白かったっすわ。そうやな、すごい軽量装備と、うん、はたまたソロキャンプやったらこういう装備っていう、うん、ちょっとまあそぎ落とせるとこはこっちに寄せていくっていう風、はいはい、にすれば、まあ、軽量化が見えてくると思うんで、うん、こう荷物多すぎるって困ってる方は参考にしてもらえたらなと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。